ポン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 。はい、こんにちは、瀬戸康史です。僕ですね、今まで YouTube でですね、たくさん動画を撮ってきたわけなんですが、実はですね、ビデオカメラを一個も持ってないんです。僕がいつも動画レビューするときに使っているカメラ、このカメラですね。このカメラは EOS 60D という一眼レフカメラなわけでございます。レンズを交換とかしながらいろんな絵を撮ってるわけなんですけれども、この EOS 60D すごく綺麗な絵が撮れるんで、僕は気に入ってるんですけれども、やっぱりね、弱点もありましてですね、自分なりにこう結構頑張って撮ろうっていうときは一眼レフで撮ればいいと思います。あとはなんか映像作品を撮りたい人なんかは一眼レフとかね、ボケがすごいあるから、綺麗な映画みたいな感じの絵が撮れるんですけれども、それ以外のやつあるじゃないですか。例えばなんか、ただコーヒーを飲みますだけの動画とか、なんか、ティッシュをこうモニョモニョするだけの動画とか、ひだまりさんの髪の毛は抜けやすいから気をつけてねとかね、ただこれだけやりたい時とか、適当にパッて撮ってパッて終わりたいと。適当っていうか、スパッと撮った方がいい動画もやっぱあるじゃないですか。そういうものはね、やっぱね、ピントをこう、じゃあマニュアルでこう調整したりとか、露出をこうカチカチって合わせたりとかね、そういうことをしてるよりも、もっと大切なことがあるわけですよ。その時の自分のこの乗ってる感じとかね、ポン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 これを早くやりたいっていうのを、ポンポン持ってんのにこうカメラなかなかできないとかっていうのはね、これ良くないわけですよ。だから、ビデオカメラ必要だなと。北海道とかですね、大阪とかですね、秋葉仁さん、宗さんとかと旅行行きましたけれども、その時もね、やっぱいちいち一眼取り出して、整えて、取り出して、整えて、とかってやってるとね、やっぱ時間かかっちゃうんですよ。秋葉さんとか宗さんはスッとビデオカメラ取り出して、はい、今ですね。ってやり出すわけなんですよね。それでやっぱね、見てて羨ましいなと思ってて、僕が一つ考えた方法、これね、iPhone を使うっていう方法があったんです。iPhone で撮ればいいんですけど、旅行行ってた時は iPhone 4S の 32GB のやつだったんで、容量がすぐいっぱいになっちゃって、他のところに逃がすって言っても結構時間かかるし、途中で大阪の時なんか撮れなくなっちゃったりとかしたんですよ。僕今おかしいこと言いましたね。動画出してないじゃないかっていう。そうなんですよ。素材はいっぱいあるんですけど、ちょっと編集がね、まだ終わってないんですけど。まあそれはそのうちやるとしてですね。今 iPhone 5僕見せましたけど、それで 64GB の容量にしたんですけれども、やっぱりね iPhone だとちょっと限界があるんですよね。こういう iPad mini とか iPhone 5で動画編集したりもできるんですけど、まあこれできることは限られてると。Mac とかに移すとですね、なんかね、音ずれするっていう問題とかが発生したりして、扱いづらいんですよね、この iPhone とか。だったら iMovie 使えばいいじゃないかっていうね、話あるんですけど、僕、Mac 版のiMovie をマスターすればいいじゃないかっていう話もあるんですが、まあそれもそれで一つの手だと思います。iPhone 5で撮って、それを Mac に取り込んで、Mac の iMovie で編集すると。音ずれとかあんまないらしいんで、まあちょっとだからまあいろいろ言ってますけど、結局ね、ビデオカメラ1個持っときたいという話なんですよ。というわけで、これ、前お見せしましたけれども、出しましょう。これね、フィルターが入ってます。じゃっじゃらー、ザー、買ってしまいました。iVIS HF G10 でございます。ポン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 ！はい、これね、多分この動画では開封前に終わってしまうと思うんで、最初に話すことだけ話しておきましょう。なんで僕がこれを買ったのかと。5つのね、カメラとちょっと迷ったんです。それをちょっとね、今回ご紹介することにしましょう。はい、僕が迷ったカメラなんですけれども、こちら左からですね、HF G10、CX720V、PJ760V、M51、GW77 と。まあ、キャノンとソニーのカメラですね。まあ、細かいところを見ていくとね、キリがないんですけど、まあ、この中で CX720V っていうのはね、宗さんも秋葉さんも持ってるカメラでして、空間光学手ブレ補正っていうね、ものすごい手ブレ補正機能がついてて、ズームもすごい速い。で、コンパクトで使いやすいと。このカメラとめちゃくちゃ迷いましたね。そしてこの 720V は暗いところにも強いんで、すごいいいなと思ったんですけど、ただね、僕ビデオカメラっていうものを買ってしまうとですね、多分こればっか使うと思うんですよ。僕めんどくさがりなんで、絶対これのが楽だから、こればっか使うことになると。そうするとね、やっぱりね、瀬戸さんの最近の動画画質悪いとかって言われ始めるんじゃないかなってちょっと思ったんです。だから、ちょっとでもいい画質で撮ろうと思ったら、僕は720V よりもこの G10 かなというふうに思いました。まあそれね、人それぞれ感じ方あると思うんですけれども、僕がね、やっぱ一番インパクトがあったのはですね、同じくこの G10 を使われている、ソイジマックスさんの比較動画ですね。ソイジマックスさんはですね、60D に単焦点かなんかのレンズつけて、HF G10 と映像の比較とかやってるんですよね。結構たくさん比較動画撮ってるんで、よかったら見てみてください。比較動画見たらね、これ G10 でいいじゃねえかっていうのを僕はそう思ったんですよ。あとこの HF G10 使ってる方、僕が会ったことある人の中ではですね、ソラノちゃん。結構ね、ソラノちゃんは色味をね、すごい気にするらしくてですね、色味がっつって、いつもすっごい調整してますね。ソラノちゃんの動画見てても結構綺麗ですよね。なんかほわっとしてて、映像全体が。だから、やっぱこれかなということで決めました。はい、こちらのキヤノンの HF G10 なんですけれども、ビデオカメラの民生機の中では最高峰と言われているビデオカメラなんですが、実はですね、これ発売したのが去年なんです。なんかビデオカメラはなんか1年おきに新しいモデルが出るらしいんですけれども、キヤノンからもソニーからももちろん今年の3月に新しいビデオカメラが出てるんですけれども、このビデオカメラの最高のフラッグシップ機、新しい機種っていうのは出なかったんですよね、今年の3月。だから去年の3月に出たこいつが未だに一番トップに、一般の人向けのカメラの一番トップにずっと君臨していると。で、ソニーの方では PJ760V、あれがですね、今年の3月に出たトップです。だからね、キヤノンも今年出してないんで、だんだん他のメーカーにね、追いつかれてきてるわけですよ。だから、来年の3月ぐらいには、やっぱ新しいのきっと出ますよね。僕何にも情報知りませんけど、きっと出るはずなんですよ。だからね、新しいのも待ってよかったし、しかもこれちょっとね、だから去年の3月が古くなり出してるんですよ、もう。去年の3月ですから、もう1年半ぐらい経っちゃってるから。でもまあ、未だにこう、普通に販売されてるということで、価格もね、73,150円です。今日の最安値は。僕がね、どこで買ったかっていうとね、あれなんですよ。ビックロって書いてあるんですよ。これ、池袋のビッグカメラの本店で買ったんですけれども、普通ですね、量販店で買うよりもネットで買う方が安いじゃないですか。でもね、ビッグカメラの方が安かったんですよ。ポイントがついたってだけなんであれなんですけど、これ買った価格はですね、8万3000円の13%。ポイントが 17,90 円分つくと。ポイント分引いたとしたら 72,210 円。安いよね。価格コブの最安値より安いよね。Amazon では 76,000 円ぐらいになってるんで、これすごいいいなと思って。この動画では開けませんよ。ただこう、説明ですから。僕の周りの YouTuber のビデオカメラ事情なんですけれども、秋葉仁さんも 720V でしょ。ムネさんも 720V 買った。ムネさんのお古の590だったかな。を、竹内さん。そんなプロジェクトの竹内さん持ってる。で、ジェット大輔さんは PJ760V。ソジマックスさんは G10、ストラノちゃん G10、M51。これね、浅川津さんが最近買ったんですよ。これ多分ね、使ってるセンサーがこれと一緒なんですよね。しかもその M51 っていうのは今最安値で3万円ぐらいで、しかもコンパクトなんですよ。だからそっちでもいいかなっていう風に思ったんですけど、これにしちゃいましたね。まあこんなとこかな。はい。というわけでですね、次回からこのね、HF G10 の開封動画を撮っていきたいと思いますので、皆さん、楽しみにしててくださいね。じゃあなー。あと最後に言うの忘れましたけど、このカメラを買う決め手となったのは何かっていうとですね、実機触った時のこの持ち心地がすごい良かったんです。CX720V はこれよりも全然ちっちゃくてコンパクトなんですけど、実は重さは全然変わんないんですよ。CX720V が 540g、HF G10 545g、5g しか変わんないんですよ。だからほとんど一緒です。これは結構ボディがでかくて、CX720V はちっこいんで、720V の方はね、すごいなんか中身が詰まってるっていう、ずっしりっていう感じはするんですけど、これはね、なんかスカスカのでかいものを持ってるっていう言い方悪いですけど、そういう感じなんですよ。でもね、僕こっちの方が持った感じはすごい良かった。持ってて、あ、なんか撮ってるっていう気分になれたんで、これいいなと思いました。まあそういう、なんていうんですかね、こう体とのフィット感みたいなのもあって、まあこれにしたというお話でした。あと最後に M51、さっき浅川さんが買ったやつ、一番広角の方の画角がすごい狭いっていうことなんですよね。720V も G10 も M51 も全部広角10倍ズームなんですけれども、M51 はですね、一番広角のところで 43.6mm。CX720V は 31.8mm から 318mm。HF G10 は 30.4mm から 304mm。M51 もほとんど多分同じ絵は撮れるんでしょうけど、ちょっとワイコンとかつけないときつくなっちゃうっていう感じでしょうね。まあまあ結局こういうことなんですよ。こういうことなんですよ。これ買ったんだよ。てるみちゃんの。